はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました RMPG ドープステーションの時間です。よろしくお願いします。お願いします。今週もですね、8時から9時の1時間ですね、みっちり音楽の話をしていきたいと思いますので、はい、皆さんね、ぜひゆったり、はい、ゆるーく楽しんでいただけたらと思いますので、この1時間よろしくお願いします。お願いいたします。というわけでですね、今週もこの2人に来ていただいてます。それではどうぞ。ザ・ランページパフォーマー兼某地方テレビ局女子アナウンサーの藤田ジャスミンです。よろしくお願いいたします。女子アナウンサーの藤田ジャスミン。藤田ジャスミン。今日は藤田ジャスミンです。初めまして。初めまして、よろしくお願い申し上げ、立松りまする、立松りまする、はい、お願いします。お願いいたします。そして、はい、パフォーマーの鈴木隆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、はい、高出くんはね、久しぶりのカムバックですね。そうですね、ランドブになりましたけども、すいません、はい、まあ、自分事ではあったんですけども、はい、まあ、キューパーリンパ、キューパーリンパ大丈夫ですか。大丈夫。急性リンパ節炎という、はい、病状が、発症してしまいまして、はい、まあ、和歌山公演と、そして、まあ、この RMPG ドープステーションもちょっとね、お休みさせていただいたんですけども、ね、はい、リュウが頑張ってたよ。はい、ちゃんと聞いてました。ちゃんと、なんでしたっけ、そのなんかもうレギュラーをなんか奪い取りたいみたいな、なんか話をずっとしてた。準レギュラーをね、気合入ってましたけど、はい、結構勢いが余ってて、なんか今日はなんかかましていきますみたいな言ったら全然喋んなかったから。残念ながらね。まあね、互いでは、はい、もう今すごい元気になりまして、もう本当に温かくこう皆さんがこう迎え入れていただいて本当に助かります。今日もすごいコメントが、高いでお帰りみたいなのすごい書いてますよ。いっぱい来てるよ。もうありがとうございます。ただいまです。嬉しいですね。せーの、高いでって来てるよ。いや、さっき翔平にも来てたよ。あ、マジですか。あれ、翔平さん今日髪韓流スタイルですか、ね、あ、そうです。今日マッシュルームヘア。マッシュルームヘアって言うんですね。あ、そうなんですよ、実は。あ、翔平じゃなかった、藤田さんです。藤田さん、アクチュアリー。実はというわけで今日はね、藤田さんと、高出とお届けしていきたいわけですけども、はい、お願いします。番組の後半の方にはですね、はい、今週はゲストも来てますので、なんとランドプ初ですね、ゲストのケイセさんがね、はい、来てくれますのでね、皆さんぜひその時間までちょっと楽しみにしててくださいね。はい、というわけでですね、まずはですね、はい、いつも通り1曲目レコメンドをしていきたいと思うんですけど、今日は僕からではなくね、おちょっとたまには変えてみて、はい、じゃあもうカミングバックの復帰記念、カムバックの復帰記念、はい、一発目いきます。いっちゃう。来た、一発目で。なんだちょっとさっきもう、いや、なんかあれかあれかみたいなの書いてましたけど、結構出てますよね。ちょくちょく、いや、でもちょっとね、まず一曲目はちょっと、まあ、お、変化球来た。お、一旦、はい、ちょっと変化球、あ、頭回ってないな、はい、うん、回ってないな。頑張れ、大丈夫か。やばい今日頑張れ。ちょっと久々にちょっと緊張しちゃってるな。いや、でもちょっと今日一曲目は、はい、まあ、まだ曲名、あ、曲名言った方がいいのかこれ。今日大丈夫か、お前。やどうしたんだろう、俺今日。まだ治ってねえんじゃねえか、お前。今日はスペシャルウィークなんだからね。ほんまに。ちゃんとしてくれよ。ゲスト来てんだから、今日。はい。というわけで、じゃあ、とりあえず、聞いていただきます、皆さんに。はい。はい。それでは、聞いてください。オフセット&テリーマック、フューチャリング X-Ray Dead で、マーティさんのリミックスです。えい。はい、今お聴きいただいている曲は、オフセット&テリーマック、フューチャリング X-Ray Dead の、マーシャン。マーシャン。はい。マーティタンって強すぎだろ。ヨナタンみたいな。ヨナタンみたいな。あれかなと思って。すいません。うん、マーシャンです。合ってるかなってちょっと突っ込んでしまったんですけど。全然違いました。マーシャンでした、ね、はい。そうですね。まあ、この楽曲は、まあ、もちろん、ちょっと前、一回前にも、オフセット、うん、多分僕レコメンドした曲があったんですけど、うん、その時にも、確か、そんな、まあ、オフセットっていうのは、うん、この、その、まあ、ミゴスっていうグループの、はいはい、まあ、一人でありまして、ね、まあ、本当にもうイケてるグループの一人、オフセットなんですけども、今回このテリーマックっていうラッパーと、こう、まあ、コラボして、プラスフューチャリングで X-Rated。この X-Rated が、もう本当に最近かっこよすぎて、はい、超もう、イケイケでなんで、もうぜひ皆さん、聴いてください。なるほど。はい。結構噛むの、今日。そうなんですよ。なんで、まあ、今回は、ちょっとこの楽曲を
チョイスさせていただいたんですけども、たくさん来てますよ、かっこいい、いやもうめちゃくちゃ入ってくるって言ってますし、オフセット惜しいっていうのも来てました。すごいですよね、なんかオフセット惜しい、オフセット惜しいって最高ですよね。すごい時代来たね。オフセット惜しいって推しってアイドルに使われるんですよね。そうなんです、だから、まあそうだね、アイドルに海外のラッパーを推しっていう時代が来ちゃったから、クエイゴとか推しとかもいるわけです。だからニゴス推しみたいな、し何それ新しいな、すごいですね、やばいですね。いやでもぜひね、最高なんで、ぜひ皆さんも聴いてください、この楽曲は。はい、はい、いけね、いけいけね、超イケイケです。ナイス、部屋の心地いっぱい来てますね。いやありがとうございます。ちょいちょい映画の誰、翔、あ、俺のことか、漢字が読めない、俺も今読めない、やばい、どれか分かんない、あ、まあまあまあ、なんかまあそんな感じです。なるほどなるほど、かっこよかったですね、かっこいい、いやこれも最高な楽曲です。オフセット、はい、新しい、これそうですね、この前出ました、4月の、あ、もう結構じゃん、はい、もう本当に最近です。本当に新しい。この前もね、あのカーリービーと一緒に出して、あ、そうですね、うん。あれもすごいかっこよかったですね、MV。ちょっとぜひね、そちらの方も聞いていただければなと思いますね。お願いします。はい、というわけでね、まあ1曲目紹介したわけですけども、はい、まあ先日、はい、昨日一昨日、そうですね。あの埼玉スーパーアリーナ、はい、スーパーアリーナ終わったわけですけども、はい、どうでした？いや、やっぱりまあ他と比べるわけではないですけど、うん、まああのお客さんがまあ1万8000人1日に入ったわけですよ、まあね、純粋に数がもう、まあもう単純に考えたら数がいつもより2倍以上いるっていう状態で、もう上見渡したらもう人しかいないっていう、もうまあでも自分たちはあのまあ普段とは違いましたけど、まあ上のレベルの人まで、まあアリーナの人たちとまあ同じ値段を払ってきてるわけじゃないですか、やはり、まあ、もうレベル上のレベルとか関係なしにもう同じぐらい楽しんでいただけるように上の方まで双眼鏡の目 の、 あの形をして上を見ていたので、私は、はい、見えてたかな、みんな止まんないな、今日止まんないですね、今日ベラベラ喋っちゃう、いきます、流れますね、すごい、あ、上まで見てたということ、上まで見てたということですね、はい、終わった癖になりますね、あの歓声というか、なんかもう何回でもこう何回も出たあのキャーの瞬間だけ何回もこう切り倒して、切り倒して、切り倒してスーパーサイヤ人並みに胸張ってこう翔平結構ね、そうなんですね、いいですね、反りがちなんですよね、体が、いいですね、結構俺いつも笑いそうになってますよいつも力也さんに笑われますよライブ中なんですけどちょっと笑っちゃいますね、いいですねいやどうでした、高井では、そうですね、うん、まあ、やっぱもうやっぱまあ先ほどもあの翔平さんがまあ言った通り、はい、言いました、私も、はい、まあ、1万8000人っていう希望感の中でこう、うん、まあ、自分たちがパフォーマンスできるっていう、まずありがたみがすごいですね、やっぱりこんだけやっぱ自分たちをこう見にくださってくるいただけるファンの方がいるっていう時点でもすごいやっぱ、そうだね、はい、うん、嬉しいことですし、なんせね、もう本当にもう皆さん、うん、もうその本当に会場全体が一体になってる感じといいますか、はい、うん、あったね、そういうのも一緒になんかね、あ楽曲の名前言うそうになったけど、うん、でもなんか、うん、ダメだね、ダメですよね、でも本当になんか感動しましたね、自分はまとまってるね、はい、いやもうとりあえず感動しちゃいましたね、ちょっと踊ってる、ね、パフォーマンスしてる時とかは、はい、昨日のもね、あの MC があったんですけども、そうですね、 MC でね、皆さん拳上げてください、あれやばかったっす、リキヤさんの MC が昨日はマジでやばかった、超やばかったっすあのもう本当に、まあ、なんて言ったらいいですか、あのアメリカのこのキング牧師とかあの演説するじゃないですか、あのなんか鳥肌感はありましたね、マジで、もうランページ、まあ、ランページみんなファンとメンバーじゃなくてみんなクルーだよって言った瞬間にうわやべえなんかみんなでね、まあ、いつもそういう話をしてるわけじゃないですか、うん、なんかそれをね、そうっすね、こうしっかり伝えたいなっていう思いからね、めちゃくちゃあれは伝わってると思います、言わせてもらったんですけどもね、なんかすごくそれでかなり一体感もあったのかなっていう感覚もありましたし、すごくそれに応えていただいたファンの方々に本当になんかすごく嬉しい気持ちでしたね、本当に最高でした、明日最高です、明後日もね、そうですね、埼玉スーパーアリーナあるので、はい、引き続きねがっつり盛り上がっていきたいと思います、はい、そうですね、
また歓声を浴びて、やべえ、あと2回もあれ浴びてんのかやべえな背筋伸びちゃいますね背筋またピンってなっちゃうから藤田さん楽しみにしてますから皆さんね、はい、皆さんも楽しみにしててくださいね、はい、はい、というわけで、はい、早速なんでもう2曲目いっちゃいますか。あ、いっちゃいますか、はい来ましたね。ああ、私ですかまあ、まあ、曲の途中で、まあ、説明などもろもろさせていただきますので、はい、まあ、僕が夜道によく聴いてる曲を聴いてください。夜道、それでは紹介させていただきます。 J-Park featuring Hody & Loco で All I Wanna Do、 どうぞ。はい、ただいまお聴きいただいているのは J-Park featuring これフーディーですね、フーディー&ロコの All I Wanna Do、 ありがとうございます。まあ、先ほどね、まあ、高い手の流れだからね、なんかホーディーって言っちゃったけど本当はね、フーディーだよね、これマーティタンからのマーティタンからのホーディーホーディーすいませんね、はい、いや、めっちゃいい曲ですね。いや、かっこいい。まあね、J-Park は元 2PM のメンバーでもありまして、うん、まあ、韓国系のアメリカ人なんですけども、Jay-Z が率いるロックネーションにも、うん、アジアで初めて、多分そう、アジアで初めて契約を結んだんですよね。で、R&B もラップもすごいかっこよくて、結構日本にもライブしに来てたりするんで、結構自分も、まあ、行きたいなと思って、なかなかタイミングなくて行けてないんですけど、この曲はですね、一人の女性に対するラブを歌っております。え、なんでなんで、ラブラブそんなに英語成長してたんですねまあ、聞き心地もやっぱ、よくて、これ、夜道とかで、やっぱ、聞いちゃうんですよね、やっぱ。リキアさんとかが踊ってるような、ダンスを真似て、この曲を夜道で見ながらスライドとかしながら、ちょっとカッコつけてるんですね。ちょっとカッコつけちゃうのよね、夜道でこれ聞いて。俺は、でもそんなことしない。リキアさんはそんなことしない。ステージの上でやってるのを、俺が夜道で真似してるだけ。やばいっすよ、夜道で真似してるって、もう、だいぶ怖いっすよ。なかなか大丈夫ですか。なかなか大丈夫ですか。ちょっと前にね、流行った曲なんですけど。でもね、気持ちいいっすよね、やっぱ改めて、いいなーと思ったんで今日レコメンドさせていただきました。いいですね、トラックかっこいいですね。やっぱめっちゃ気持ちいいんだよねこれ、うん、何回も聴いちゃう、ね、いいよ、超かっこいい。 Please me と That's what I like みたいな、 That's what I like か、ブルーノマーズのぐらい結構リピートしちゃいますねこれは。へー、あ、もうそんぐらい大好きで、なかなかのレコメンドですよこれは。いいですね。 J-Park 昔結構聴いてたなあ。マジですか翔平くん割とエモいよねって来てますよ。うるせえわうるせえよそうなんですよ、皆さんお気づきかと思いますけどね。いいだろ、ちょっと前の翔平とはなんか最近違うんですよ。違うんですよ、なんかちょっと臭くなってきてるだんだんとエモさましてきてる。いいじゃねえか、俺もちょっと二十歳超えて大人になってきたんだけどさやばいよ、ジャスミン、ボビー・ブラウン以外にも J-Park 聞かせてくれよあんまりふざけすぎてもね、お母さんに怒られちゃうから。お母さんに怒られちゃうから俺お母さんとお父さん厳しいからさ意外とすごい真面目なところもあったりするね、でも J-Park いいっすね。いや、いいですね。ダンスめちゃくちゃうまいもんね。めちゃうまいっす、うん、ね。ブレイクダンスもともとクルー入ってたんですよね。あ、そうなんだ。ブレイクダンスのクルーにアメリカで入ってて、うん、でそれの後に10代ぐらいが多分ラップ始めて、うん、その後 JYP の韓国のオーディション受けて 2P も入ったんですけど、うん、まあいろいろ問題がありまして脱退したんですけど、でもそれをいい感じでもうソロでデビューした後もめちゃくちゃ活躍してるんで、うん、やっぱ他にもめちゃくちゃいい曲たくさんあるんで、皆さん J-Park チェックしてください、うん、初期の方にあったね、なんかソロの一人のやつでね、めっちゃかっこいい曲あって、それ昔ダンス自分が始めた当初ぐらいになんかすごく真似してやってた、あ、そうなんですね、曲が一曲あって、今ちょっと思い出せないんですけど楽曲名がすげえかっこいいんですよね、ダンスやばい、超、いや、ダンスうまいですからね、ブレイクダンスできるんだな、すごいよなあれちょっと嫉妬してますね、嫉妬してやってラップも歌もできてブレイクダンスをバリバリやっちゃうんだからそしてねイケメンだし、イケメン、間違いないですね、筋肉もバキバキだし、ね、イケメンだしバキバキだし、なんだよJay-Z のレベル入っちゃうし人生勝ち組じゃんみたいな、すごいよね、最強すごいよね、No、いやでも翔平さんもね今英語を勉強して、英語も勉強してますよ、もうちょっと近づきつつあるんじゃないですか、まあ、ちょっと一歩近づいたか近づいてないかはあなた次第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 ディペンドオンユー的なでもたくさん来てますよ翔平今日もしんどい
しんどいって言うなよ。しんどいってどういうこと？俺も頑張ってんだから。ちょっとうるさかったかな。すみませんね。すいませんね。いっぱい来てますね。ちょっと楽曲についてが。楽曲について、俺、これほんと好きな曲だから、楽曲についてほんと書いてほしいな。藤田ジャスミンはマジでいいから、もう。マジでいいから。もういいから。曲について。ね、いっぱい来てますけどね。今日もすごいね、かなりいろんな人が聞いてくれてますね。いや、ありがたいですね。チルった。すごいチルちゃんとチルってる。チルっちゃって。ね、で次ね僕らあれですね。もう埼玉終えた後は、はい、もう次は福岡か。福岡ですね。福岡行って三重行って、北海道です、ね。あでもラストですね、はい。そうですね。早い。早い。あっという間ですね。あっという間ですね。超早いですね。もう福岡は。あれもう翔平がほぼ地元っていうか、まあ、長崎だから、まあ、まあそうですね、まあ、いっちゃんがね藤原、あそうですね、正式にはいっちゃんが藤原いつきの地元ですけども、庭みたいな。 EXPG は、はい、あれ福岡校だっけ。自分福岡校です。おお、まあでも本当に先輩とかのあのサポート、モンスターとかあのエグザイルさんのモンスターとか、うん、アリーナツアーとかやってた時はあの普通にここでサポートメンバーとかで踊ってましたし、うん、まあそのことを考えるとサポートやってたところで単独で立てるっていうのは、やっぱ感慨深いものがありますし、すごいよね、ちょっとエモいこと言っちゃいましたから。いやでもね、はい、しかも何、ああ、うん、しかもあの、うん、まあ自分韓国が好きだってあの言ってるんですけども、うん、まあ、あのビッグバングとかもあのアリーナでライブをしてた時にあの見に行ってたところなんで、ね、まあ、もう光景はもう鮮明に覚えてるんで、あそこに立つって思うとやっぱ感慨深いものがありますよね。確かにね。いやなんかそういうね、この前僕もブログに書いたんですけど、埼玉スーパーアリーナ、あの自分の兄が三代目さんとしてこう出てって、あの見に行った場所だったんですけど、そうです、なんかそれからこう考えると本当にちょっとなんかやばいなって思う。夢のような、シンプルにやばいなって言っちゃってるんですけど、なんか本当にそのステージに立った感覚で、いやもう本当に今こうして立ててるのが本当にすごいなっていう、皆さんのおかげですよこれ。本当に本当にありがとうございます。本当にね、もう感謝ですね。はい、そうですね。でもツアーもあと3年で終わっちゃうというか、ね、はい、寂しい。本当に早いですね。ね、2月から始まって、うん、なんか最初めっちゃやっぱ不安だったじゃないですか、うん、いけるな、いけるのかな、うん、ね、気づけばもうあと3年。そうっすよ、早いな。早い。でももう解禁もされましたしね。あ、ライブビューイングですね。はい、ライブビューイング、そしてあとバトル部、バトル部東京、はい、バトル部東京の、マカリですね。マカリ、あれは。あれはどうなっちゃうんすか。あれどうなっちゃうんだろうな。あれ、みんなあの俺らがバトルするからって席がスタンディングだからって席でバトルすんじゃねえぞ。俺らのバトルだからな。自分らのバトルを見てくださいっていうね。バトらないでください。まあそんなことでね、発表もされたので皆さんね、はい、そちらの方もバトル部東京、はい、そうですね。ね、楽しみにしてくださいね。ぜひぜひ。確実にヤバいムーブが出てきますよ。はい、はい、というわけで ね僕からもここで1曲紹介して、おお、あ違うか、ここからはもう1曲高井出の曲になるんですけど、来ました、鈴木くんよかったじゃん。じゃあしょうがないから高井出もう1曲、しょうがないから、ありがとうございます、うん、じゃあそろそろねちょっと皆さんのご期待にお答えするお時間かなと。ついに、はい、ついに来んの、ま、ついにタイが来ました。出た出た、来ましたタイが。もうありがとうございます。鳴らしておきますよ、これ。はい。もうね、もうやっぱ皆さん、僕がタイガが大好きってことは、多分もう知ってるかと思うので、はい、とりあえずもう、行っちゃいましょう。お、はい。行っちゃいでは、行きます。タイガで、ガッテム。はい。というわけで、今お聴きいただいてる楽曲は、タイガでガッテムでした。ガッテム、ガッテム、くそっていうね、なんかこう、すごいやっぱこう、なんて言うんだろう、ガッテムっていうのはもう本当にクソとかなんかもう、うん、こんなやろみたいな気持ちをこうなんか表現して、うん、こうまあ今回このタイガがガッテムっていう楽曲を作ったんですけども、うん、まあなんかこの楽曲の意味としては、はい、まあタイガが仕事してる間にまあ俺の彼女は奥の部屋でなんか働いてるみたいな、なんかすごいなんか結構なんかドロドロな歌詞なんですけど、でもなんか右見て左見て俺は仲間いるぜみたいな、でもなんかなんで彼女はなんか奥でなみたいな、なんかすごいなんか多分何
何言ってんのこいつって今なってるんですよ。いやすごい。まあでもなんかそのなんかガッテムだね。感情に対して今多分ガッテムっていう気持ちをなんかすごい歌ってる楽曲なんで、ね、ちょっとねあの歌詞も皆さん見ながらぜひ聴いてください。でも結構ノリノリな、うん、はいバックトラックとかも使ってるんで超かっこいいです。あー、タイが若い頃から知ってるけど最近大御所感出てきたって書いてますね。知ってる方多いんですねやっぱ。すごいな。あとはリズムいいねって来てますね。ありがたいです。声がすごく好きなんだよなーって来てます。好きなんだよなー。いっぱい来てますね。もう高いでイコールタイガは安定してる。いやもうありがたいですねこれは。書いてるやっぱ、やっぱ、はい、高いタイガの不況師はザビエル高秀だって書いてるよ。それ どういうことですかね。これ宣教師だ宣教師。全然やっぱ違いますよねやっぱり。あとねさっき俺らが読めなかったの相づちだって。あ相づち相づちか相づちか。なるほどね。今日はヤバそうです、ね、やばそうですね。いろいろとちょっとやばいボロが出てきてますけども。ね今日はゲストが来てるんでね。はい、ここからちょっとしっかりやっていきたいと思うんですけども。はい。本題です。ね。まあタイがねすごくめちゃめちゃかっこいい曲だったのでね、ぜひ皆さんこれ最新の結構新しい曲、ね、この前出たばっかです、うん、はいね結構最新の楽曲で皆さんチェックしてください。お願いします。はい、はい、お願いします、はい、というわけでですねここではいもう先ほども言いましたけどもはい今日はなんとこのゲストに来ていただいてます。それでは紹介、自己紹介お願いします。ガッテーン。ガッテーン。もう平成です。ロングディープで。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ。本当に初のゲストでございます。いやー、初なんですよね。いやー、ランドプ初ゲストですね。そう、なんかどうやら、あの、マッシブウィークでしたっけ。マシブウィークですね、はい。はい。なんかいろんな豪華なゲストさんが出る。はい。ディーン・フジオカさんの次に僕の名前があったんですけど。ちょっと嬉しかった、ね。見ました。すごい結構いろんな方の中にこう、ケイセさんがこう、今回来ていただいて。はい。あのね、もうあと30分になるんですけども。はい。そうですね。まあスローで。はい、スローペースで。はい、スローペースでね。はい。いつも通りゆったりちょっとやっていきたいなと思います。はい。はい。はい。今日はですね。はい。あの、そんなケイセさんとですね。あのいろんな話を今日ですねしていきたいと思います。お、はい、お願いします、はい、お願いいたします。今あれですよねディープさんは絶賛そうですボーカルオーディションで、はいはい、今ですね、大阪 と、名古屋福岡札幌仙台が終わりまして、まあ、前半が、はい、終わりましてですね。今どういう感じですかね。気になりますね。結構たくさん、あの今回あの年齢も不問で、性別も不問なので、はい、あのそうなんですね。今のところ最年少だとやっぱ8歳とかも、かわいい。8歳ディープだったらどうしようみたいな。ジャクソン5みたいな。大変だ。あとでも本当にご年配の方はやっぱ60代の方とかも受けられますし。メモってますね。そう。あのね、やっぱなんだっけ、何よりもやっぱ女性と、あの男女問わずってところが、今回肝で、うん、結構あの女性の方も、うん。すごい。で、最終的にはもしかしたら女性の方もディープという形で入って。はい、めちゃくちゃ楽しみですね。また女性の歌っていいんですよ。うん、すごい良くてですね。やっぱりなんか、ディープにこう女性が入ると、もちろんなんかこうね、はい、キーのレンジだったりとか、まあ、エンターテインメント的にも、なんか幅が広がるかなと。はい、うん、だすごい本当に皆さん、ポジティブに、オーディションに参加してほしいなと、うん、女性もね、思います。ガッテン！ガッテン！これ聞いてる人みんな参加して。やべえ。いや、でもまた、本来ね、はい、話戻るんだけど、ガッテムって、大河じゃなくて、やっぱ、蝶野正宏でしょ。確かに日本元祖はもしかしたら曲のところその女がそっちの方が、はい、そこちょっと一点入りましたよ。そうですね、はい、ちょっとじゃあ皆さん今後はははい、僕静かに黙ります。はい、もういい感じで。ガッテンガッテンガッテン。いやでもということはですね、新しいこうディープさんがこうこれからちょっと作られていくということですね、なっていくというわけですけども、はい、この、あの、オーディションの締め切りは4月、まだ募集はしてるんですか？そうです。5月のもう、初めの方まで、はい、やりますので、うん、随時随時、まだ、まだまだ間に合いますので、そうですね。間に合いますね。東京も残ってますし、駆け込んでください。そうですね。4月27、28が東京のオーディションになってますもんね。そうです。
ね、まだ皆さん受けられるのであぜひあの、はいまあ、この ね、ランド部聞いてる方も、うんはい、歌この中に歌島の方とか歌好きな方とかこの中に今ね、はい、聞いてる方も、はい、そうですぜひぜひ、ね、ですよ、ね、歌島の方チャンスはもうバッチリあるのでそうですよこの中が出ちゃうかもしんねえぞいやありますよね全然マジで、ね、何が起こるか分かんないですマジで会場まだ今夜道で迷ってる子たち多いっすね受けようかなどうしようかなっていうね会場たくさんありますからね、うん、東京は4月27、28次は松山の29日そして沖縄は5月3日宮崎は5月4日と、うん、まだ結構いっぱいあるのでありますぜひですね皆さんこのチャンスをですねなるほど自分の夢をね、つかめるチャンスだと。オーディションでやっぱ緊張するじゃん。いやー、もう受けたくない。もう受けたくない。絶対普通にやっぱ生きてるとね、はい、やっぱそういう、なんつうんだろう、こう心拍数上がる瞬間ってなかなかないと思う。はいまあ、人生経験、一度ね、はい、一度やったら経験してもいいかなって人生経験、うんはい、いいと思いますよ。いやー、もう究極でしたね。というわけでですね、はい、ぜひ、はい、この際に、ディープさんのボーカルバトルを、ボーカルバトルオーディションね。ボーカリストオーディション。はい。ボーカリストオーディション。ディープボーカリスト。すいません。やばい。ちょっと間違えましたね。あ、すいません。開催中なので。開催中でございます。皆さんも、挑戦してみてください。はい。お願いします。お願いします。ケイセイさんはですね、まあ、僕の知る限りだと、はい、R&B が、すごくお好きなイメージがあるんですけど。そうですね。はい。結構、うん、聞いてきましたけどでもわりかしリッキーとか多分近いのかもしれないそうですね結構聞く曲は似てますね2000年代初頭っていうかね、はい、ニーオーが、はい、まあまあ、まあ、皆さんが分かるなったらニーオーとか ね感じがありますけれども、はい、お酒が入るともうずっとこの話をしてますもう音楽の R&B の話をひたすらしてやってましたけど、はい、僕があのデビューする前からケイセイさんは結構あのつながりがあってそうだよね結構クラブに行ったり、飲みに行ったりね、いろんな話もしたり、あまたの思い出がありますね。いろいろありましたね。いろんなね頭下げなきゃいけないことそんなことない。はい、まあいろいろありましたけども、はい、今こうしてね、僕も、ね、笑顔で会えるね。会えるし、デビューしてさらにこうして近くになるってすごく嬉しいわけですけども、うんはい、そんなケイセイさんからですね、ここでちょっと一曲紹介していただきたいんですけども、はい、ケイセイさんからそれじゃあ。一曲いいですか、はい、いいですか聞いてください。ワントゥエルブでチューピッド。はい。お送りしたのはワントゥエルブで、間違えましたね。さっきチューピッドって言っちゃったんですけど。チューピッド、はい、聞き馴染みがない。ちょっと最近まだね、ちょっと季節の変わり目で、唇がカサカサしてる。仕方ないです、はい。チューピッド。本来はキューピッドですね。キューピッドですね。はい。はい、まあなんかね、ワントゥエルブ、まあ僕らそもそもディープがですね、はい、やっぱりコーラスグループであり、はいまあ、インスパイアされたのがやっぱりそのボーイズ・トゥ・メンさんはじめ、ブラックストリートさんだったり、まあ、ドゥルー・ヒルさん、まあ、その中の一つにこのワントゥルブさんっていうのがいるんですけど、僕ら2年前にですねちょうどニューヨークの方に、そうですね行かれてましたね。3人で、まあはい、行ったんですけど、はい、その時にちょうどマジソンでバッドボーイの20周年のリユニオンのパーティーがあって、それでワントゥールズさんとかも、はい、バッドボーイの往年のカントマスさんとかいろいろこう出てます。へえ、それ結構羨ましい。改めてよかったと思って。なんか今の多分ね、20代の方とかって、はい、もしかしたら馴染みないかもしれないんですけど、うんそうですね、僕らのその20代の時っていうか。20歳ぐらいの時ってやっぱこういう曲聴いてたなと思って、うん、はい、まあ、この季節今なんか夜道にいやーせー夜道、ね、また夜道に聴く曲大人ですね、やっぱいいやっぱ大人の夜道はこうですよ、はい、勉強になりました。メモいやでも本当に心地がいいですね。なんか僕らが普段こうかける音楽も結構こういうスローな曲は多いんですけど、こういう年代のちょっと前の昔の一昔ちょっと前のこう R&B リアル R&B っていうか、なんかすごくやっぱ染みますね。なんかこういい部屋で女性とね、はい、でも照明もなんて言うんだろう、ちょっと茶っぽい感じで豆電球、間接照明的な、ちょっとそれアロマキャンドルまで行くとちょっと僕のキャラじゃないね、はい、豆電球を落として今のイントロかけて、あいいですね。その後はまあ後ほど、アロマ後ほど、それはちょっと危ない、最高です最高です。それはちょっとケイセイさん、この後ちょっとお酒を交めて、明日ちょっとツアーなので、後日ぜひぜひその気持ちを聞かせていただきたいと思います。いや、行きたいな。
いや、いい曲ですね。いいですね。やっぱ僕も結構 R&B が好きになったのは、結構昔のこう R&B を聴くのがきっかけでこう結構好きになったんですけども、ワンテルブはもう初期本当にかなり好きですね。めちゃめちゃ聴いてましたね。うちの親父も、もうすごい聴いてて。ポビー・バレンティオンとかも好きですね。はい、もう大好きです、ね。カール・トマスとかもね。はい。めちゃめちゃ聴いてましたね。最高に。もう音がやっぱ、今の R&B とちょっと違うので、あと歌い方もちょっと違いますし。まあ、優しいよね。わかりやすい、はい、あの R&B だったかなと思って。そうですね。ストレートでしたね。90s まで行くと、もうちょっとなんて言うんだろう、こう、セックスアピールっていうか、はい、そういうのが強い、もうリリックとかだから、すごいね、どっちかというとニーヨとかああいうの台頭してきて、はい、すごい、こう、馴染みやすい、聞きやすいのかなと思ってね。ケイセイさんは、こう、音楽を始めるきっかけとなった、こう、アーティストとかっているんですか？自分自身はやっぱりあの、まあ、オーディション出身者で、はい、この世界にあったきっかけもやっぱスクープオンサンバディさんとかが大好きで、やっぱその日本で、昔やっぱりその R&B っていうのが多分日本にもあまりやっぱこうなかった時代っていうか、はい、やっぱ久保田さんとかああいう方からなんていうのはこうどん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 派生して、そうですね、で、その流れで僕はスクープさんの楽曲に出会って、あ、なんかこういうシンガーになりたいな。ケイセイさんの歌がなんかすごい僕セクシーだなっていつも思うんですけど、ありがとうございます。うわうわやばいやばい、セクシー、奥さんありがとうございます。そこの奥さん生きてます。年上の方に向けたんですかね、今。今はそうですね。奥さん。か、同世代ぐらい。同世代。33歳なんで。あ、なるほど。はい、甘い。僕らにはまだちょっと早い。早かったですね。男性の方の、男性の勉強になりました。はい、というわけでですね、ケイセイさんからは、ここで、ちょっともう一曲、はい、紹介していただきたいんですけども。そうですね。今回は、君じゃない誰かなって手品っていう曲があるんですけど、はい、はい、これはですね、はい、あのちょっと恐縮なんですけども、はい、うちのこの高秀がですね、はい、いつもカラオケで歌ってましてですね、マジですか、カラオケに行くと毎回これ 2,3 回歌いますね。じゃあワンフレーズいきますか。しかもちょっとモノマネバージョンなんですよ。じゃあお願いします。怖いです、怖い、怖い、本人の前で。じゃあ、まだ誰かは言わないで、あのみんなに予想してもらうよ、はい、誰のやってんのかって、はい、あ、面白いですね、はい、面白いですね。じゃあ最後の君じゃない誰かなって、はい、いきます。君じゃない誰かなんて、はい、いやいや、最後まで行かんのか、意味がないよ、まで行けよ。そこまで聞きたかったんだよ。え、誰、どっちだろう。え、だってタカさんが、あ、ユイチロウが6割、タカさん4割のミックス。違う、ちょっと両方のあるよね。確かに、まあ、確かに、確かに、配成分がリュ、あ、ユイチロウだね。ここまで言われるとは多分思ってはなかったと思います。です。ああ、ユイチロウさん、はい、なるほど。本当お箱だよねこれ。でもちょっと今急にこう振っちゃったから、はい、あの緊張っていうかいろんなあったけど、はい、多分普通にうまいと思うね。うん、あ、いや、あれ普通にうまいと思う。お、うん、オーディション、オーディション受けた方がいい。ちょっとボーカリストオーディション、高秀、ディープの高秀、ディープの高秀。もう少しあの何ページにいいですか、あのリーダーとしてちょっとあの守らなきゃいけないものもありまして。そうですね、ちょっとずうずうしかったです。すいません、ぜひ今後なんか機会がありましたら、ちょっと強欲ですよね。もしかしたら分かんないですけど、あるかもしれないです、はい、そうですね、はい、というわけでちょっとここで一曲紹介をお願いします。はい、それでは聞いてください、ディープで君じゃない誰かなんて天使な。はい、お送りしたのはディープで君じゃない誰かなんて手品でした。わー、あまりこの本をもう鳴らしたくないような、確かに綺麗な雰囲気がね、切り替えはね、切り替えて、そうですね。いや、浸っちゃったなこれは。多分リリースしたのがもう7、8年前になるんですけど、まあ、なんかこうね、ピアノ一本で、ディープって結構あのどっちかというと、まあコーラスで、そのまあいわゆる A メロと B メロのつなぎもかぶったりとかで、カラオケでこう一人でなかなかね、あの歌いにくい曲が多いんですけど、唯一この曲はね、こう一人でも気持ちよく歌い上げられてたなと思ってて、
ぜひぜひ皆さんもまだまだいい曲だと思ってるんで、カラオケで歌ってほしいなと思います。カラオケ行くと大体履歴にありますからね。いや 確実に履歴にありますからね。カラオケバーとかね。あるよね。あるよね。女性をやばかったな。めちゃめちゃ鳥肌立ちましたね。やっぱそれぞれのこう一人一人によってこう歌い方が違うというか、確かに色がすごい、ね、高秀君の本当フルコーラスで聴きたくなった、ね。うん、ぜひじゃあデモを レコーディングして、イントロが流れた時の表情の作り方とかなんか良さすぎて、彼結構そういうところすごいシリアスにやる感じが、ね、結構意外とすごい、はい、エモい感じで、こういう世界観、まあ、世界観だよね、はい、雰囲気が大事だよ ね、 ね、大事です。あのコツはですね、カラオケとかでも照明をやっぱちゃんといじることです。照明からちょっと照明からこう後ろでこっそりつまんでくるイントロで、なるほど、いいですね、なるほど、いやいいですね、いい曲ですね、めちゃめちゃ、はい、というわけ で今お届けしている楽曲はディープさんの君じゃない誰かなんて手品でした。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃいいですね。というわけですね、ちょっと時間が迫ってきてるので、ちょっともうここでクイックでもう一曲、はい、自分からまだちょっと出してないので、はい、お願いします。一曲いきたいと思うんですけど、はい、次に流す曲はですね、自分がすごくダンスの昔からダンスもこれで踊ってたんですけども、めちゃめちゃ好きな楽曲なので聴いてください。タンクで My Heart。 はい、今お届けしている楽曲はタンクの My Heart でした。イエーイ、これはかっこいい。いやー、セクシー。今聴いてもやっぱ染みますね。めちゃくちゃいい、歌詞もいいんですよ。いいな、これはエロいね。それは僕に対して言ってください。セクシーと言っていただいていいですか。セクシーだよね、はい、エロいって言うと品がちょっと違うんで。セクシーですね、はい、僕はセクシーな曲がすごい好きなので、ちょっともうこのタンクの声を聞いていただけたらもう そこだけでね伝わると思うんですけども、かなりいい曲なので、セクシーさもあって超いい曲なので、皆さんぜひね、他にもかなりいい曲がたくさんあるので聴いてみてください。タンクでした。やばい、これはもうこれは拍手です。満場一致。というわけでですね、もうちょっと時間も迫ってきてしまってるんですけども、はい、早いな。せっかくですね、あのゲストにあのディープからあのケセさんが来ていただいてるので、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございました。初のゲストで、どうでしたランドプ？いやー、まあ、あっという間だったね。本当にあっという間でした、ね。でもなんかすごいこうあのファンの方もこうツイッターで、はい、こうなんかリアルタイムでね、こうなんか見れたりしてて、ね、今のなんか子たちってすごい音楽にね、すごい詳しいんだなって思ったら。はい、あと鈴木くんが何でしたっけ、宣教師。タイガの宣教師。エデュケーションの神というようなポジションで。でもいいですね、こういうふうにね。嬉しいです、ね、ファンの皆さんとこうやって音楽をなんかね、こうシェアしていくっていうのは素敵なことだなと思いましたね。嬉しいですね。ありがとうございます。これからディープさんの活動はあのオーディション続いていきますけど、はい、これからどのようにやっていきますか。そうですね、2019年はですね、本当にディープは新メンバーを加入して、はい、そしてもうさらなる飛躍目指して、はい、頑張っていきたいなと思っております。オーディションの方はですね、まだまだありますので、ちょっと日にちがですね、はい、4月の27、28が東京、はい、そして松山の4月29、そして沖縄は5月3日、そして宮崎は5月4日になってますね、うん、はい、5月4日。まあね、あの今3人でもライブはちょこちょこやってるんですよ、はい、なんか今なんかすごい、それはそれなんかレアかなと思いました。確かに。あとこれいつも僕最後に言うんですけど、ディープのライブっていうのはこう好きな人と来ると 99.9% これ結ばれるというジンクス。あ、これもうこれ行くしかない、行くしかないな、はい、いや変な人と来ちゃダメですよ。本当にね、本当に好きな人とね、一緒に来てほしいなと、はい、まあ、これからもあとは、まあ、新メンバーが加入してもですね、まあ、いいラブソングはたくさん作って、うん、世にお届けしていきたいなと思います。いやー、めちゃめちゃ楽しみにしてます。皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、楽しみですね。そしてケイセイお会いしてください。今日はもうとことんセクシーでしたね。セクシーな一日でした。というわけで、ケイセイさんに来ていただきありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ、はい、また機会があったら遊びに来てください。はい、よろしくお願いします。というわけでですね、今週の放送はここまでになります。はい、この放送をですね、聞き逃した方は、ブロック FM のホームページやアプリから聞き逃した方は聞けるので、はい、ぜひですね、僕たちのレコメンド、そしてケイセイさんのレコメンドも、聞いて、はい、楽しんでみてください。そして来週も4月29日放送があるので、ぜひ楽しんでください。楽しみにしてください。はい、お願いします。では今日のラストの曲を翔平から曲お願いします。はい、最後の曲は何でしたっけ。あ、
いきますよ。最後の曲はザ・ランページでスターライト。皆さん本日はお聴きいただきありがとうございました。平成さん。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。愛してるよ。